整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、健康でお悩みのあなたにですね、健康のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、ただいまですね、大晦日になります。はい、家の大掃除が終わってですね、現在ですね、どこに来たかというとですね、沼津港に来ております。はい、まあ、うちがあるですね、平塚からですね、約1時間ですね、1時間くらい車で運転して沼津港に来ました。はい、まあ、うちはですね、まあ、アジが大好きなのでですね、まあ、アジのお寿司を1年のご褒美にですね、食べるために来ました。はい、まあ、特にですね、今日役に立つお話っていうのはないんですけども、まあ、アジのお寿司とですね、まあ、キンメの煮付けを食べようと思っています。はい、まあ、アジはですね、すごく体にいい魚になるんですけども、まあ、キンメはですね、まあ、深海魚なので、まあ、水銀が溜まりやすいので、まあ、しょっちゅうは食べないようにしてください。まあ、うちもですね、1年に何回か、まあ、美味しくいただくためにこの沼津とかですね、まあ、伊豆の方に来ていただくんですけども、まあ、美味しくいただいてですね、また、まあ、これ生態の動画っていうふうに話したんですけども、まあ、定期的なファスティングをすればですね、大丈夫ですから、はい、美味しくいただきましょうといったところでですね、また食べたものの写真はですね、動画の表紙にしようっていうふうに思っていますので、もしですね、気になられる方は動画の表紙を見ていただければと思います。はい、もう少しでお店に着きますので、今日はこのくらいにしたいと思います。まあ、1年間ですね、動画をずっと見続けてくれた方に対してですね、感謝のお気持ちとですね、また来年も情報発信していきたいと思いますので、ぜひですね、来年もよろしくお願いいたします。はい、といったところでですね、この辺で失礼したいと思います。失礼します。